改めて有料課金してくれた方ありがとう。ありがとうございます。改めまして、はい、逸話を、栃木県心霊廃墟といえばケンちゃんハウス。そうなんですか。でそうケンちゃんっていう子がですね、うん、なんかまあなんですかハンディを背負ってたらしいんですけど、はい、その子が常軌を逸してしまって、うん、家族を惨殺したと、うん、いう逸話があると言われているところが候補地が3カ所あった。そう最有力候補と言われてる廃墟ですね。え今日今から行くところ今から行くところ最有力候補なの。最有力候補ケンちゃんハウスっていうここなんじゃないかって言われてたところ3カ所あった、うん、でうち1カ所はもう潰れてるんですけど、うん、でここがなんか最有力候補で1回なんかテレビの取材も入ってたかなんかみたいな、うん、もうだいぶ昔の話ですけど、うん、らしいですよ。テレビも何やってんだかそんなね家族を惨殺っていうような事件がねあってそんなニュースになってないわけがないわけがねえだろ思うんですかね。ねただそういうのが噂になるっていうことはそれなりのなんか伏線っていうのもそこがあるわけで、はい、うん、何かしらがあったのかもしれないし。そうですね。というところですね。あれなんじゃないの今の時期ってさ、はい、俺さこの前の秩父じゃないけれどもさ、はい、もうボーボーになってるわけじゃん。うっそうとしてるうっそうとしてるさ可能性はなきにしもそれで入れないとか言うのってのが昔はどうしてたっけ。なんだかんだで普通に入れたよね、うん、やっぱり有志の方が道を作ってたりだとかあなるほどするんですよね。でも最近そういうのがなくなってきてるということはですね、うん、そういう方たちも減ってきてるんじゃないかと。心霊スポットを回る人が少なくなっているなってきてるのではないかと。まあそれが一番近いでしょうな。まあねそりゃそうだよ。だって僕らが行った秩父のエラグホー廃墟なんて昔はもう結構な人が入ってたっていう。あ、そうなんですか。昔は肝試しスポットみたいな感じでやってたっていう話なんです。ほうほう。で、なんか白骨死体を見つけたりとか。なるほどね。あれがあったので。それを考えるとね、まあいいことなのか悪いことなのかじゃないですか。まあそのケンちゃんハウスも。はい。そういうことなんですね。そうなってるのかもしれないですね。もしかしたらどなたか有志の方が道を切り開いてるのかもしれない。絶対ないよね。してる感じが。うん。栃木はね、黒磯とかに住みたいですね、僕は。
あ、黒磯、うん、やっぱ那須とかまでは行かない。いや、まあ那須だけどね、ほぼね。ゴルフがいっぱいあるね。ゴルフ場がね。でもやっぱりあれなんじゃないですか、ちょっとなんか買いに行くにしても車がないと思う。いやいや、黒磯全然ありますよ。あ、そうなんですか、うん、普通に、ね、うん、全然大丈夫。やればね、ゴルフもできて。そうそうそう、のんびりできて。たまに奥行って鹿の湯ですよ。いいですな。溶丼ぷんぷんで、もうちょっとチンチンがおかしくなったらすぐ鹿の湯行って。なるほどね。いいじゃないですか。これは。まあまあ、で左です。これかなりの住宅街じゃないの？この住宅街を抜けていって、まあ東北道にぶち当たるんですけど。ほう、ここを左、これ左、はい、ここなんか分譲住宅ね、結構な。いや、本当に田舎行って住みたいんですよ、僕は。なるほど。そして村の人たちに差別されたいですよ。なんでそういう村八分シチュエーションなんですか。最初にブチ切れて、はい、病中で村人を。それなんか、なんかどっかの亡国の映画じゃないですか。何が祈祷師が現れるわけで。いや、ピッタント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 ン。びっくりだよ。ねえ、大概にしやって話です。この先が東北道なので、練習場じゃないですか。練習していくか。こんな時間にやってんのかしら。いやー、何時までやってんの、ね、練習しに行くわ。とっとか真面目やね。これまっすぐでいいのね。まだまだ真っすぐですね。次を見に。これを見に。これを見に。目の前の東北。あ、そう。しばらく沿ってみてだけですね。でもね、打ち込まないとダメなんですよ。今ね、あなたね、有料の心霊スポット向かってるところ。あ、そうですね。あのね、そうです、ね、有料にしてもらわなきゃいけないんですよっていう会話。誰も待ってないからね、これは。うん、いや、ジョーズ強化月間で結構打ち込んだよ。おかげさまでアプローチはそれなりに強化。いや、わかるわかるよ。でもね、それ無料のコーナーはわかるけど、有料のコーナーで今向かってるところだから。あ、ダメですか。それはダメだろ。なるほど。でも打ち込んだ方がいいよね。打ち込んだ方がいいでしょ。うん、そうそうそう。ダメだろ。今すごかったよ。ラブホテルの横に葬儀場があったよ。それもどっかと思います。うん、どうなんでしょう。そんなとこでやる神経をちょっと疑いますけど。なあ、ね。絶対あるな、泊まったら。絶対何かしらを。ある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 。監督のあれじゃないですか。憑依されてとか。うん、28の秘密って書いてあるよ。どんな秘密が。いや、それ、うん、おお、ここラブホテル街じゃんね。ああ、なるほど。ダイヤモンドホテル、ダイヤモンド28の荷物。ホテル、ダイヤモンド。ああ、ラブホテルでも経営してえな。何どうしたんですか、唐突ね。唐突にどうされたんですか。ラブホテル経営儲かるんだよ、ラブホテルは。あ、そうなんですか。うん、まあまあね、脱税もし放題だしね。ほう、だってそうじゃん、売り上げ、あれは宿泊っていうだけにすればいいんだから、休憩の分はカウントしないんですよ。あ、そういうからくりがあるんですか。そうそう、あのマルサの女でやってましたよ。ほう、ね、難しいですね、まだマルサ。寂しい感じ。真っ暗なんだけど、
人住んでんのこれね、まあ、ポツポツ電気が全くついてないんだけど、まあ、この時間帯だったらまあしょうがない、まあね、ご就寝されてるんでしょ。まだね、まだなあ、まあ起きてる時間でしょ。おう、ね、なまだ待つ、まだ待つ。猫も普通に通るぐらい車が通らんってことですよ、多分。なるほど。この頃あれなんですかね、みんな早く寝るんですかね。あ、そういう感じですか。俺だってもうね、普段だったらもうこの時間寝てますよ。まあでも監督は朝早いっていうのもある。いつからこんな早く起きるようになったんだろう俺。やっぱ大きいお友達と。いや、その前からだもん。あ、そうなの。その前からその時間帯に起きるもんだから、はい、あ、もったいねえな朝っていうので大きいお友達のとこに行くようになったんだもん。なるほどね。まあ、まず、うん、はあ、やっぱそういうもんなんですかね、年取ってるからね。早く寝るっていうのはあるかも。起きちゃうんだよ。なるほどね。だから2時3時に寝ても、はい、パチッと5時に起きちゃうんです。はい、何なんですかね、こうその習慣というの。あのね、寝るのってのもやっぱり体力いるんだよ。ああ、なるほど、ね。寝るのも若さなんですよ。はいはいはい。寝れるっていう。はい。そういうことなんですね。うん。側にあるんですけど、顔を覗かせてると思うんですけど、この辺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 。おや、あれ、通り過ぎた。今嫌な予感がする。嫌な予感がするよ。
ちょっと今空が見えたね。見えましたね、今ね。あれ。抜けた絵が見えた。抜けた絵が見えました。久しぶりにのパターン。やらかした。某サイトでランキングナンバーワンですよ。何ですか。いや、あの、その心霊スポット、栃木心霊スポットランキングって。まさな。これだよね、多分入り口ね。光照らしてみな。いやでも、さっきの写真だったら結構、うん、ゴンってあるはずなんで。いや、照らしてみますね。いや、この辺ですよ。これは切っちゃって大丈夫。あ、大丈夫。よいしょ。次の心霊スポット探した方がいいかもしれないね。これは嫌なよ。よいしょ。ここで、ここですね。ないです。あれじゃないか。あれなんかあるか。これなんかあれなの。あれはでも、普通に民家ですね。え？あれ、絶賛稼働中の民家じゃないですか。やらかしてしまいました。これ経費削減の折お金がないとっていう俺たちなの。やらかしました。やらかしましたね。大変申し訳ございません。そうか。へこいちゃった。手も出るわね。こんな時間にさ、はい、一番やっちゃいけない訳ありをやってしまったという。いや、そうかそうか。これは
結構ショック強いね。これは結構ダメージが。この時間帯のこの訳ありはちょっと、うん、あ、まあ、ここでしょうね。ここだろうな、うん、これ見てて、あの、はい、Google のあのヨシが持ってたやつあるじゃん、あれでもう一回その他の周りの部分を見てみるべきだよ。間違えてる可能性ないか。いや、これどう考えてもねえよな。え？ここにあったの？え？ここにあったの？これ、これがあるの？ん？この建物でしょ？これ。はい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 。はいはい。でね。はい。で、このすぐ右手にこう、ボンタン。ほうほうほう。だからやっぱ さっきの、ね、なるほど、訳ありですな。訳ありですね。そうかそうかそうか、ガチシリーズ始まりました。訳ありでしたね。え、良かったですね。はい、無料を後で取ろうと言って、そうですね、言われてみればね。うん、もう、もう、もうすぐ着きますから、もう先に取って無料でつなげていきましょう。そうしましょう。先ほど行きまして、はい、みたいなノリにしましょうと、言ってて取ったらなかったですね。そうですね。この私の腕。もうこれ訳ありで頭見しちゃえと。さすがですね。オープニングいきなり、ええ、ね、あのでは逸話をとかいうのから始まり、はい、なぜ今回はって言って訳ありだったんですね。なるほどな。ケンちゃんハウス。いやー、だってね、あれ Google マップでもバッチリご健在なわけですよ。うん、そうですな。それはあると思いますわな。ね、あると思うじゃないですか。見てください皆さん、このなんかもうむくんだ顔。久々ですよね、こういうむくんだ顔見せるの。この時間帯の訳ありは本当にしんどいですね。しんどいですね。ああ、もう本当に。だからもうねえ、今回張り切っていってんのにさ、ね、一番しんどい時間帯ですよ。で、一番最後ですよ。最後というかまとめで取ろうって言ってね。いやいや、あと本当だったら4つ行く予定だったわけね。もうここを抑えて次だったらもう楽になるから、まあ、まあまあね、これ超えたらまあ多少疲れたり眠かったりとかいうのは吹き飛ぶなと。そうですね。で、一番の抑えのところだった。はいはい、がっかりですよね。嫌になっちゃいましたね、本当に。いや、本当申し訳ございません。いやいや、もうそれはしょうがないですよ。うん、なんか光ってますよ。光ってますか。じゃあ、しましょうか。バッテリーが光ってますよ。バッテリー変えましょうか。すいませんね。はい、すいませんでした。はい、もうショックで。いろいろとね。うん、ある意味廃墟って、ちょっと楽な部分あるんですよ、はい、気持ち的に。あの、中にさ、なんもない廃墟があるじゃない、ガラン。あれはきついよ、やっぱり。はい、
でもね、なんか物がね転がってる廃墟ってどっか安心なんですよ。なんかしらあるというね。あの絵がなんとなくほっといても絵が怖いじゃないですか。なるほど。あ、よかったよかったとか言うんですけどね、そのあれがないっていうのがね、びっくりするぐらいショックですね。これでもかっていうぐらいショックですよ。そうですね。もうだから食っちゃったもんね、ご飯。そうですね。なんだっけ、コケコッコ農場。津波やってすごい ね。あの実は、はい、電通でも博報堂でもですね、まずこれから何が流行るかっていうマーケティングはどこに行って調査するかというと、宇都宮なんですよ。あ、そうなんですね。だいたい宇都宮からなんですよ。なるほど。で宇都宮の若い子らがそのなんていうのかな、あのやりますとかいうようなのがだいたい当たるんですよ。これはいけると、うん、これはいけるという。なるほどね。例えばね、ルーズソックス、はい、あれ宇都宮の女の子始めたんですよ、はい、あ、そうなんですね、うん、もうちょうど世代ですよ。そう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 、ね、から火がついてるんですよ。はー。で例えば B 級ご当地グルメってあるじゃないですか、はい、ありますね。あれ宇都宮餃子ですよ。あー、なるほどね、うん、宇都宮って大だから、うん、あの最先端なんですよ実は。何でもトライアルやるなら宇都宮みたいな。はい、そうです。なるほど、なるほど。で宇都宮の例えば女の子とか、うん、若い子とかにこれどうって言ってマーケティングして、あ、これないとか言ってね、うん、これはあるって、うん、かいいってか言ったらゴーなんですよ。はあ。ほんで伝説の子がいるらしいんだよね、宇都宮に。カリスマ、うん、カリスマの女子高生が、うん、はい、その子がいいってやつは絶対に当たるの。へえ。たまごっちがそう。あ、なるほど。うん、そうなんですね。たまごっちもそうだし、うん、あと何だったかな、なんかも全部そうなの。ほう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 。うん。もう本当にあのトレンディーの最先端っていうか、何でもその子が、あ、これダメっていうやつは絶対当たんないし、はい、これはいけるって言ったやつは絶対当たる。だからみんなその女の子に会いに、マーケティングの、あ、電通なり博報堂のマーケティングがその子に会いに行ってる。なるほどね。うん。っていうのが伝説の女の子がいたらしいんだけどね。まあまあ、もういい、いいお年ですけど。まあまあ、もういい年、お年ですよ。多分僕と同い年ぐらいですよ、その頃に、ね。まあ、だいぶ稼いだと思いますよ。なるほど、ね。で、あの、例えばね、じゃあ日本映画っていうか映画はどこで、はい、ヒットするかどうかを確認するかというと、うん、札幌なんですよ。札幌、北海道の札幌、北海道の札幌でどれだけ前売り券が売れてるかで大体ヒットするかしないか分かる。はあ。全国のほとんどの数字が分かる。へえ、そうなんですね。札幌でここでだから東京はこんだけ人が入るっていう、はい、うん、っていうのがほぼ当たる。なるほど。札幌にかかってるんですよ、はあ、だからみんなドキドキするらしいですよ、はい、札幌の前売り券の枚数聞くのが。なるほどね。何枚ですかね、あのジョジョの不思議な、なんだっけ、ジョジョの奇妙な、はい、まあまあ俺もタイトルわかんないっすわ、はい、ダイヤモンドは眠らないだっけ、ダイヤモンドダスト、はい、わかんない、わかんないですけど、はい、何枚ですか、え、4枚え、何が4枚なんですか、え、前売りの売り上げが4枚、え、マジっすかそれ、40枚じゃないですか、40枚でも結構ショックですよ、4枚ってなったらもうあの首吊る準備ですね。なるほど。もう始末書書く準備って、はいはい、っていうぐらい札幌なんですよ。はあ、そうなんですね。で何が言いたいかと言いますと、その宇都宮に着いた時に俺らがなんか飯食うかってなった時に、はい、パッと目についたのが焼肉の食べ放題ですよね。焼肉食べ放題。おー、焼肉食べ放題か、1400円って言って、これも安いじゃないですか。1400円で焼肉食べ放題、なんだこれって思ったら、鶏の焼肉食べ放題、コケコッコ農場要は鶏肉の食べ放題の店だったんですよ、はい、ほんで、いや、これ面白そうだなって言って、ね、で頼んでみたら美味しいんですよ、これが、ね、焼肉のタレと塩と、あとわさび醤油、あと柚子胡椒、うん、この身で食ってくださいっていうので出されて、うん、食べ放題なんですよ、うん、それが1400円なんですよ。そうそうそう。って言ってびっくりですね。食べたらうまいのな。ほんで、あの牛肉の食べ放題とか豚の食べ放題じゃないから、油がほとんどないから、そうそうそう、サクサクいける。結構ね、食べましたよね、うん、かなり食べたよね。スン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 入るみたいな。ほんで他のね、おご飯とか、うん、それサイドメニューも全部食べ放題、はい、コケコッコ農場、これはだからこの辺に一円展開してるとこだろうと思ったと思って、あの店長みたいな方が来たんで聞いたんですよ、うん、
これはあのこの店他にもあるんですか、宇都宮とか、うん、栃木に、いやここは一軒だけですって言ったら、うん、あこれ当たるなって言って、ね、コケココ、これ当たりますよこの店って言ったら、ね、そうっすかみたいな話でね、喜んでましたけど、ね、やっぱ鳥はあれですよね、わさび醤油ですよね、すねとか、タレダメっすねと当たり前だろって言ってあのタレにつけて食べるんじゃなくて、本当はそのタレ込みで焼くのが美味しいんで、そうそう、うん、わさび醤油で鳥食ったらこんなうめえんだっていう風に ね初めて気づかせてくれた、そうそう、コケコッコ牧場、え本当にコケコッコ牧場だっけ、コケコッコ農場、農場、うん、あれね、他でもやったら当たると思うね、思いますね、もう、本当に豚とかね、牛みたいにギトギトしてないからね、あれはいいんじゃないですか、あのコストパフォーマンスですよ、意外に食える、うん、結構行きましたね、行きましたね、だからやっぱり宇都宮なんですよね、そういうことなんですね、もしこの鶏の焼肉食べ放題が全国に広まったら、多分宇都宮のコケコッコ農場からですよ、はい、うん、そういうことなんです ね、君はその瞬間に立ち会ったかみたいなね、立つ目せよみたいなね、そんな感じです、はい、さて今日の場所は、今日行く場所はですね、竹林の首仕切り地蔵あるんでしょうね、本当にございます、はございます、検証跡ですね。で、罪人の首を切ったところと言われてます。で、約100名の罪人がそこで首を切られてると。で、そこから、その切られた約100体の、骨が出土したと言われてるところにございます。だから首切り地蔵と言うんですけども、首のない首なし地蔵とは違います。だから要するに首を切った罪人たちを自陳するために建てられた地蔵、うん、意味で首切り地蔵と言われてるんですが、どうもなんかその罪人の幽霊が出るだとか言われてるんですが、そこのなんか街道があるんですね、大きな道路というか、はい、そこでもなんかそれに作用してなのか何なのか分からないんですけど、交通事故が結構多いというふうに言われてるところですね、はい、分かりました、ということ行ってきたいと思います。これもしなかったらこのまままた訳ありなのかな、さすがにそうなると多分あの次のシーン僕土下座から始まって、いや場所的にはあれだな、このまま焼いたトンネルに行くかもしれない、行かざるを得ないです、ね、行かざるを得ないね、早急に、早急に、別にもう、まあ、2本取ってるからもう別にいいんだけれども、まあ、ここまで来て2本ってわけにもいかないよ ね、もう1本やっぱ、ね、本当経費がないからさ、ないですからね、やったからにはね、もうここまで来て2本っていうのはもう大赤字だからね、なんだよ一体ね、畜生、ま、焼いたトンネルならありますからね、あるからね、とりあえずね、確実にありますから、行ったら入れなかったりしてな、それはそれであれですけどね、はい、まあそんな感じで、はい、ここから先は有料でございます、後半もお待ちしてます。